エマニュエル・ドルレアンは、フランスの王位請求者ウォルレアン家の一員。全名は、フィリップ・エマニュエル・マクシミリアン・マリー・ウード。バンドを向この儀礼称号で呼ばれた。フランス王、ルイ・フィリップの孫のアランソン公・フェルディマンと、バイエルン公・マックス・ヨーゼフの娘ソフィー・シャルロットの間の、長男として生まれた。年月日、ブルッセルにおいて、フランドル フィリップの娘のベルギー王女アンリエットと結婚した。夫妻は、またいと子妹同士だった。アンリエットの弟は、ベルギー王アルベール一世であり、アルベール一世の妻エリザベートは、エマニュエルの母方の10枚にあたる。エマニュエルと妻アンリエット王女は、ベルギー、フランス、スイスに多くの資産を持ち、贅沢な暮らしを送っていたが、第一次世界大戦後は資産を失ったり、 売却したりしたため、経済的に落ちぶれた。エマニュエルは1931年に、心臓発作により急死し、ドルーの三類王室礼拝堂に葬られた。妻のアンリエット王女との間に4人の子女があった。ありがとうございます。